たか。想定よりも早いとは。ええ、来ました。兄上、どうやら結社の二人がもう少し粘ると思ったみたいね。ああ、灰の起動者については総国に必要だからともかく、それ以外の面々については正直どうでもいい存在だからね。その意味では青も同様。終末の剣は必要だが、多少間引くように伝えたのに新規も使わぬとは甘すぎるだろう。あなたは言ってくれるじゃねえか。相変わらずすがすがしいほどの外道ぶりだな。結社には結社の、我らには我らの流儀があるだろう。ましてや帝国人ですらない彼らに多くを望むのも無理があるのでは。ええ、そうですね。根本的には観測者に過ぎぬ組織、これ以上の協力も必要ないでしょう。また気になること。その宣言については今は置いておくとして、聖女の鬼神から奪った翼、完全に金と同化してる。本来なら総国を制した灰に移るはずの力ですね。兄上、いや鉄血の騎士ルーファス・アルバレア、もはや兄弟としての愛想も尽きた。互いをかけた勝負に割り込み、浅ましくも力をかすめ取るとは。そういえばコーマ城でグリアノスを切った時もそうね。貴族中の貴族にしちゃ随分とえげつないじゃねえか。不義の生まれとはいえ、しかと貴族の血は引いているのだが、冗談はさておき、作戦の総仕上げと鉄血の騎士としての準備が重なってね、さすがに忙しすぎたので効率を重視させてもらったのだよ。君たちもミリアム君を取り戻して何よりだ。あくまで思念体だけだが。あなたって人は。まあまあ本当のことなんだし、ルーファスも久しぶりだね。ああ、あの日のことは私にとっても予想外ではあった。同じ子供たちだったに、こうして再びまみえて何よりだ。まあさすがにクレア君やレクター君ほどの感慨はないがね。お互いそんなに付き合いはなかったもんね。ミリアム、さすがに能天気すぎるかと。挨拶はそれくらいにして準備を始めるとしようか。本来であれば黄昏が佳境に入る明日以降が理想ではあるのだが、ここで君たちがルーファス卿に下されればタイミングも計りやすい。終末の剣も手に入り、最高の形で最終総国を迎えられるというものだ。勝手な決めつけを。まるでルーファスさんの勝利を確信しているみたいだな。いや、それ以上に金の勝利への確信なのか。ほう、確かに銀と同じくらい底知れない鬼神だけど。同格に見えて鬼神にも格というものがある。この800年、歴史の陰で彼らは人知れず死闘を繰り返した。全ては総国の予行演習として。偉大なる黒を除いてだがね。ちなみに鬼神は破壊されようと時間が経てば自己再生するが、破れた起動者は大抵の場合
不完全なノスフェラトゥの末路をたどった。君たちがトールズ地下の試しで見た無数の巨大な剣、あれはそうして破れた鬼神と機動者たちの墓標の光景でもあるのだ。ああそういうことでしたか。まさかあの光景にそんな意味があったと。そうして繰り返された死闘において最も勝率が高かったのは2機。黒に次ぐ力を示したのが金と銀だったのだよ。永遠の輝きを示す金と消えた聖獣の特徴を継ぐ銀。まあそれに続くとしたら魔王の素体にもなった赤、青、紫、灰は残念ながら横並びくらいと言えるだろう。勝手な格付けを。さすがにちっとムカつくが、それだけのオーラを感じさせる鬼神なのも確かだな。そして同格の銀の力を奪った状態でもあるのか。その通り。ただでさえ灰は青を不完全な形で下してしまっている。その状態では取り込んだ紫や赤の力も生かしきれないだろう。はあ、皇太子の赤には最初から何の期待もしていなかった。むしろ灰が取り込んでくれて手間が省けたと言えるだろう。好き勝手言ってるね。でもああ何も分かっちゃいねえな。僕たち7組は幾度となく大きな流れに巻き込まれた。内戦の時も黒き聖杯の時も、どちらも大切な人を失い残されたものは深く傷つきました。それでも立ち上がったんです。届かない強者に挑み、時に実力者に助けられることもあった。それでも自分たちの足で確実に前へ。今はその背中を私たちが追いかけていますね。いや、そなたらはすでに我らと共に歩んでいるだろう。それが私たち。ううん、あなたとは違う人間の力よ。技術だけじゃ人の心が伴わなければ何も生まれない。黄昏の果てにある黒の攻防が主導する新世界、そこに心がなかったらそれに何の意味があるの。本来僕たちホムンクルスは感情を持つことは想定されてなかった。でも攻防長の思惑を超えて僕もアーちゃんも人らしくなれた。はい、似た境遇であるキーヤさんもそれが示すことは一つだと思います。ああ、人は人と関わって意味を見出し、意味が絆を、世界を形作っていく。大いなる一のサイレンスの果てに黒が絶対者となるだけの世界、そこにある人が知性と同じく何かに隷属するだけの存在でしかないのなら、あがきながらも共に助け合うことで前に進む意味を見出せないとしたら、果たしてそれは生きていると言えるのか。ザレゴト。それについては同感だ。これでも人並み以上に苦悩しあがき続けた自信はあるからね。そして私もまた何かに従属するつもりはない。黒はもちろん、オズボーン閣下にもあくまで父に挑まんとする息子のつもりだからな。聖剣イシュナード。アルバレアの使徒たちが不死の王を倒した兄弟剣。あれも兄弟剣の一つか。
聖剣エルバース。アルノーが届けていたか。まさに総国前の前哨戦としてはふさわしいだろう。兄弟の決着はともかく、そろそろ始めるとしようか。ゾア・バロール、確かプロトタイプだっけ。ええ、エステルたちが相当手こずったらしいわ。いつ、どのようにしてあなたがそうなったのかはわからない。でも、私は信じている。母様と私を抱きしめてくれたあなたのぬくもりを。だから、この戦いで証明してみせる。それが嘘でも幻でもなかったことを。しつこいぞアリサジュ。ならば私はその未練。その未練を完膚なきまでに叩き潰すことで証明してみせよ、我が偉大なる主の正しさを。最初閣下、いや獅子神皇帝、いやイシュメルガ様の絶対性を。これが最後だ。アルバレア家次期当主ユーシス、人としての私に挑める最後の機会、その剣と共に全力をぶつけるがいい。それってまさか。この大バカ野郎が。その身に絶望を刻むがいい。見せてみよう、そなたたちの全てを。もっと見せてみたまえ。アルゼイドの心臓、その身に刻むがよい。参る。その身に刻むがいい。ザン！
アグリオス・キャリバー！許さぬ！私の番だな。タッ！俺の番だな。タッ！俺の番だな。アルゼイドが死んぞ。その身に刻むがよい。マイル！なるほどな。その程度か。よし、掴んだ。やっ当然だな。まだまだこれからだ。よし、やった。なったか。総国が始まります。なんだか様子が。私は僕は イシメルガ様の忠実なるしもべ、黒のアルベリヒだ。貴様は必要ない。フランツ・ライフォルト。と、様。そうか、ひょっとしたらここへ来て主人の支配が薄れたということだろう。いよいよ最後に向けて黒も、いや閣下も本気となったらしい。行くぞ、金の騎士エルプラド。承知。灰の騎士バリバール。来な、青の騎士オルディーネ。おう、これより絶対存在に挑むための最終手前の第五総国を始める。この一戦に勝てば私は五鬼の力とともにミリアム君の剣をもらい受けよう。そして人の性を捨てて不死者の身となるつもりだ。やっぱりクソが。その上で偉大なる父に挑み、必ずや乗り越えて証明してみせる。不義の子として生まれながらもてはやされた欺瞞を超えて、私が私として世に生まれいでた意味を。リーン、頼む。ああ、任せてくれ。決するとしよう。全てを。
僕の番だな。行くぞ。
てた。やあ、マイル。はっ、今だ。キラリ、およ。くっ、崩れたな、キラリだ。相手が悪かったな。よし、やったわ。あなたの負けだ、アギウエ。金の力に銀の翼、要塞からの加護も受けていた。リーン君たちの勝ち目はおそらく1割を切っていたはずだ。ユシス、7組の諸君、私の敗因は何だったと思う？人に、絆に頼らなかったからでしょう。うん、いろいろとあると思うけど、結局はそこだよね。ルーファスって結局誰も頼らなかったみたいだし。虚ろな公爵家においても、あなたとユーシスの絆は本物だったはず。それにもかかわらず、弟に一切話さず、貴族を裏切る茨の道を一人選んだ。かと思えば、他の鉄血の子供にも頼らずに、全てを自分一人で進めた。総督府の職員も言っていましたよ。閣下はあまりに完璧すぎると。でもそれって、健全じゃない気がします。あなたはクロスベル市民の不満を巧妙にコントロールしてたけど、あのやり方じゃその場はしのげてもちゃんとした未来に続かないというか。ええ、欺瞞による市民のストレス、もしくは抑圧による後からの反動。完璧だからこそ、あまりに才がありすぎたゆえの資格といいますか。てめえが言うと説得力があるな。いずれにしても一人では限界があると思います。ええ、オリバルト殿下なんかまさに逆を言ってるんじゃない？確かにそうですね。なるほど、グーの根も出ないとはこのことか。七組の立ち上げ時に理事だったことを誇りに思うよ。私が気を失ったら、小庭園に変化が現れるだろう。それこそが要塞中枢への道。まずは魔人が待ち受けているはずだ。厳しいとは思うが、なんとか乗り越えてみせるといい。総国も終わりか。しかし傑作だな。結局私は偽物。本物の息子たちにはかなわないか。あとは任せて休んでください、アギウエ。ですが、その前に一発殴らせてもらいます。ああ、